浜田慎です。写真を撮ったりしています。兵庫県の神戸市です。汚いです。きっかけはある写真家の人がいて、その人の活動とかを雑誌とかで見てると、いろんな場所に行っていろんな人に会える仕事はいいなとぼんやり思いまして、なんとなく写真の仕事が面白そうだなと思ったんですけど、最初は毎週日曜に親父がプールか映画館に連れてってくれていて、で映画を見たりしているうちに映画が面白いなとなって、で映画を撮ってみたいとかっていうふうに思ったけれども、どういうふうに作ればいいのかが分かんなくて、で静止画でもいいんじゃないかと思って中古カメラを買って写真を撮り出したら、写真が面白くなってっていうのが一番最初ではありますね。まあ誤解を恐れず言えばっていう言い方が正しいか分かんないですけど、ファッション写真みたいなものは全く面白みが自分の中にはないので、ファッションはあまりやりたくないなっていうのと、なのでポートレートとか取材とかドキュメンタリーが自分の分野なんですけど、極力嘘がないようにというか、被写体の人にもあまり注文をつけたりせずに、ありのままで自分がその現場に飛び込んでそのまま流れに逆らわず撮ったり話したりするっていうのは自分の中でなんとなく決めてはあります。ある企画で若い漁師たちをもっと知ってもらうっていう企画で2年半ぐらいやったのかなと思うんですけど、漁師たちと一緒に漁に出たことですかね。いろんな場所のいろんな漁師の、今の仕事をしてなかったらという、そうっすね、実際今の仕事をする 前っていうか、社会人成り立ての3年間は会社員として働いていたので、やりながらもでも諦めきれずというか、写真を仕事にしたいと思っていたから、何かしらそういう写真とか、さっき言ったように映像とかそういうものにまつわる仕事にはつこうとしていた気はします。もう記憶が全然ないので、周りからの意見ですけど、まあ真面目ですね。自分ではそんな感じたことないけど、多分真面目とはよく言われます。肥満です。小さい頃の夢も覚えてないけど、結構だから多分自分であんまりこうそんな早々にこれだとかこれに興味があるみたいなのって多分あんまなくて、今さっき言った性格みたいなものも他者から言われてなんとなくそうなのかなと思ったりするのと一緒で、ずっとなんか保育士さんつうか先生とか保育士さん向いてるんじゃないっていうようなことを言われてたから、ああ先生とか保育士さんいいかもなみたいなことはぼんやり思ってましたけど、自発的ではないですね。保育園ですね。玉城さんです。玉城さとみさんです。中学校は吹奏楽で、高校がラグビーですね。あれ今日見て結構覚えてたっすけど忘れたな、何やっけな。何かを誰かとすごい見てた。最近は浜田アーキテクツっていう自分のプロジェクトで大忙しなんで、目下それに注力してますね。まだアーキテクツは、まあ、説明難しいんですけど、まあ、難しくもないんですけど、まあ、お茶を飲んだり、自分が会いたい人に会いに行ってみたり、今まで知ってたけど知らなかったことを知ってる人に聞いたりとか、あとは模型を作ったりフリーペーパーを作ったり、トータル社会に対するこう社会のシステムに対する対抗をしています。自信ですかね。伊丹十三作品は
どれもなんとなく好きで見ました。お葬式が好きですね。バットマン、いろいろあります。歌謡曲とかヒップホップとかオールディーズとか、だいたい好きなものは好きなものは聞くって感じですかね。またもう一回 ECD とかですかね。最近で言うと暮らしのアナキズムです。ガスバンサント、ジン作り。許せないものとか嫌いなものはいっぱいあるけど、こういうインタビューだと難しいんですよね。自分が嫌いな人全員って感じじゃないですかね。海とか、阪神大震災と東日本大震災のでっかいのを2回とも経験してるっていうのですかね。今住んでる団地は木もいいし人もいいし、すごいいいですね。好きですね。最近神戸に帰って神戸面白いなって思い出したんで、ちょっと神戸をもう一回知ってみたい感じですね。今の神戸を。まあでも本当にジン作ったりとかじゃないですかね。特技なし。やっぱさっき言った自分のルールにもしてる、自分に自分をこう嘘つかないような人ですかね。そういう人になりたいなと思ってます。一番会いたい人はでも会ってしまったかな。そんなにすごいリストアップしてるわけでもないからあれですけど、ガスバンさんとは本当に死ぬまでに会えないなと思ってたから会えてよかったです。アトリエみたいな撮ります。昼から飲むありますよ。やってみたいことやる予定ではあるんですけど、それがちょっと夏頃になるかちょっとまだ目処が立ってないけど、浜田アーキテクツの一環として外であることをやろうと思ってます。夢は友達と変わらず仲良くしながら、家族も健康で暮らしていけることですかね。特になし。